いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルメルセデス AMGC63 ステーションワゴンを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに下スリップフロントに飛び石がございます 走行距離に関しましては約9,000キロと非常に低走行滑車両コンディションも良好な一台となっております外装色はエリジウムシルバーインテリアはブラックとレッドのコンビレザーが採用されております数多くの専用装備専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデルとなっておりますまたエクスクルーシブパッケージにより ヘッッドアップディスプレイやブルメスターサラウンドサウンドシステムなど数多くの快適装備が施され室内非常に上質な仕上がりとなっておりますヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは4リッター V 型8機等のツインターボエンジンが搭載されており 最高出力は47 6馬力は476馬でございま,すまた足元に関しましては純正の19インチアルミホイルに加えレッドキャリパーが装備されておりますので足元からもスポーティーな印象を受ける一台となっております続きましてリア紹介させていただきますリアのテールライトに関しましても LED が採用されておりますので 安全性・視認性ともに優れたデザインとなっておりますまたマフラーに関しましては専用の四本出しマフラーが装備されており重厚感のあるサウンドをお楽しみいただけます合わせてトランクスペースの紹介ですトランクに関しましては電動での開閉となりますステーションワゴンタイプのお車ということで トランクスペース広々と加工された1台ですスーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっておりますまた後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です続きましてインテリア紹介させていただきますインテリアにはブラックトレッドのコンビレザーが採用されております運転席助手席ともに良好なコンディションです ではエンジンを始動しますステアリングに関しましては三本スポークのレザーステアリングが装備されておりますこちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけますナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されておりこちらは地デジの主張も可能ですまたバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては7速の オートトマチックシフトが採用されておりますまた走行モードに関しましてはコンフォートスポーツスポーツプラスモードが用意されておりますサスペンションに関しましても3段階での変更が可能ですフロント両席に関しましてはシートヒーターも完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます 続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております大人の方がゆったりとできるスペースが確保された一台ですパノラミックスライディングルーフやプルメスターサラウンドサウンドシステムが用意されておりますので後部座席の方も開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます 最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはお会いいたしません。今回は2017年モデルメルセデス AMG C63 ステーションワゴンを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約9,000キロと非常に低走行かつ車両コンディションも良好な一台となっております。ステーションワゴンの 高い実用性に加えメルセデス AMG の圧倒的な走行性能が追加された C63 ステンションワゴンでございます人気高額オプションのエクスクルーシブパッケージやシートヒーター、パノラミックスライディングルーフなどをはじめとする数多くの快適装備が施されております新車保証に関しましても2020年の5月まで有効ですので ご安心しておなりいただけるかと思いますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします